鈴木大介は、日本のクラシックギター奏者。神奈川県横浜市出身。早稲田大学第一文学部卒業。市村院賞、福田新一、小尻正宏にギターを指示。川上哲夫、中島良氏に作曲を指示。大学在学中の1992年に、バルセロナのマリアカナルス国際音楽、コンクールギター部門にて、第3位入賞。 1993年、イタリアのアレッサンドリア市国際ギターコンクール、オマジオア、アンドレス・セゴビアにて優勝。1994年より、文化庁派遣在外研修院として、オーストリアザルツブルクモーツァルテウム大学に留学。2000年、イデミツ音楽賞受賞。カタロニア参加取りの歌、禁じられた遊びで2005年度文化庁芸術祭、優秀賞レコード部門を受賞。 2006年、芸術戦勝新人賞音楽部門受賞。2002年4月から2008年3月まで NHKFM にて気ままにクラシックを担当。竹光徹作品に積極的に取り組んでおり、竹光徹ギター作品修正、竹光徹映画音楽集夢の引用などをリリースしている。アグスティン・バリオスの作品集も出している。 将棋世界2014年3月号史上で同姓同名の騎士、鈴木大輔と対談している。現在は専属学園音楽大学客員教授。ありがとうございます。